どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回は最近登場した新作シングルモルトスコッチウイスキーを一つ開封レビューしていきます。その名も大人気シングルモルトアランの姉妹蒸留所から次なるボトルが登場、気になる中身を開封レビューということでお届けしていきたいと思います。さて今回は待望のボトルが第2弾がね登場することとなりましたので、早速楽しみにしていたウイスキーを開封レビューしていきましょう。前回の動画まではアメリカンウイスキーバーボンウイスキーウィークということで、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーのワイルドターキーですとか、メーカーズマークのセラーエイジド、新登場となったジャックダニエル&コカ・コーラのゼロシュガーを取り上げてそれぞれ熱く語ってまいりました。それぞれの動画概要欄コメント欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。そして今回のテーマはあの大人気シングルモルトスコッチとして知られているアランを製造しているアラン島のロックランザ蒸留所のその姉妹蒸留所から出たウイスキーなんですね。前回この蒸留所からはキルモリーエディションという形で定番となるそのフラッグシップモデルが登場して話題となっておりました。超注目蒸留所の一つでもございますので、蒸留所の魅力を含めて今回のボトルを取り上げていきましょう。今回の主役はこちら。さて今回の主役はこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーのラグ、こちらがコリクレビーエディションでございます。コリクレビーエディション、コリクレビーエディション、皆さんもう言えますかね。なかなかこれ最初聞いた時パッと読みづらいのと発音しづらいですよね。非常に難しい名前なんですけれども、蒸留所が立つそのアラン島の南の地、ラグ同様に地名から来ておりまして、前作のキルモリーエディションもラグの地の北東あたりに進むと見える地名でもございます。では早速中身取り出していきましょう。そしてボトルはこちらでございます。いやーすごいですね。ラグのボトルってちょっとこの薄緑がかった色味をしてるんですけども、はっきりもうそれを貫通したかなりね濃厚な赤みがかった色が広がっております。美しいですね。これは期待大ですね。ということで今回の動画ではこのラグ蒸留所自体を簡単におさらいしながら今回のボトルの特徴を紹介していきましょう。そしてストレートですとかロックだったりとかいろんな飲み方をしながら香りや味わいの特徴魅力というのを紹介してまいります。今回のコメントも完全に私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしてまいりますが、アラン好きだからラグも気になるとか知らなかったという方にも参考になりますと嬉しいです。もちろんねアラン好きっていう方にも見逃せないウイスキーですし、それから個人的にも注目の蒸留所の一つでございますんで、皆さんにもたくさん知っていただきたい思いで早速やっていきましょう。さてまず蒸留所はあの10年をはじめとした大人気シングルモルトのアランを製造しているロックランザ蒸留所があるスコットランドのアラン島にあるのがこちらのラグ蒸留所でございます。いやアランは知ってるけどまだラグは知らないし、飲んだことないって方もまだまだ多いかなって印象ですし、知名度的にもさらに広げたいなと思うくらい魅力的なウイスキーでしたので、今回はこのラグを熱く語っていきましょう。さてまずラグの定番として登場したのがこちら、ラグのキルモリーエディションというタイプですね。こちらが登場しまして、ようやくこのラグの定番ウイスキーが出ることとなりました。こういったラグのウイスキーはじめシングルモルトって実際に飲んだことございますか？実は日本には2023年3月頃に限定の3種が出ておりまして、イノーギュラルリリースとしてバーボンバレル、シェリーカスク、レッドワインカスクの3タイプが同時リリースされておりました。これもね、まだまだ若い年数ながらも、この程よいね、結構しっかりめのピート感と、それぞれの樽のキャラクターが乗ってて美味しかったですね。私はワインデルが好みでした。ざっくり分けるんでしたら、陽気で明るいフルーティーさを持つアランと、湿った土っぽさですとか塩気系スモーキーさと、しっとりとしたダークなフルーティーさが漂うラグみたいな印象ですかね。ではここからはコリクレビエディションについても紹介していきましょう。まずはね、第1弾定番商品としまして出たのがこちらのラグキルモリーエディションでございます。初のコアレンジという形で蒸留所の顔となる定番商品で出ております。前回のねこちらに関してはバーボンダルで 100% 熟成されたファーストフィルバーボンダルの熟成原酒のみを詰めておりましたので、蒸留所の個性を知っていただく上でもすごくうってつけのリリースでした。ただ今回のこのコリクレビーエディションに関しましてはバーボンダル熟成の後にオロロソシェリーホグスヘッドダルにて6ヶ月間の追加熟成を行っているんですね。バーボンダル、それからバーボンダルプラスシェリーダルということで、ここでもね2つ製法が変わっております。さらにコリクレビーエディションは 55%、 キルモーリーエディションは 46% でございました。価格にしますと9000円くらいですね。前回のキルモリエディションは定番のアランと同じ 46% で7500円くらいでした。ノンエイジかつさらに蒸留所としてはねまだ若い方の部類ですので、
お値段としては少し高く感じる方もいらっしゃると思いますし、確かにちょっとね9000円台に乗ってくるとなかなかだなっていうところはありますけれども、ぜひともアラン好きの方、新しいウイスキーを今のうちに試したいっていう方はバーやイベントなどでも飲んでみてほしいです。実のところ私も2月に開催された秩父ウイスキー祭りでこちらのねコリクレビーエディションの先行シーンができまして、それが非常に良かったので今回買っちゃいましたからね。割とねネットとかでもまだ残ってるところも見ますので、この動画を見ていただいて興味が湧きましたら1本ゲットしていただいたり、バーやイベントでも試してみてください。なお今回もいつも通りストレートで飲みつつ、せっかくですからキルモリーエディションとも飲み比べ、さらにいろんな飲み方で飲み進めていきたいと思います。それではラグの世界へ飛び込んでいきましょう。さて準備完了いたしました。色をご覧いただくといかがでしょうか。かなり濃厚ですよね。すごく綺麗な赤みがかった琥珀色、深い琥珀色をしております。これは期待大ですね。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではまずは香りからいただいていきましょう。あーいいですね。暖かくなってくるシーズンにはちょっと重たいかもしれませんけれども、少しこの湿った土っぽいようなニュアンスであったりとか、最初に浮かぶのはちょっと熱を加えたね黒いジャムっぽさみたいな、黒い果実のジャムっぽさ、割とカシスだったりとかプラム系の酸味を伴うようなフルーツ感の方が強いですかね。ほんのりレザーっぽいような少し重ための香りも見えてきます。立ち上がりのスモーキーさがねそんなにバチバチに強いというよりかは、ちょっと湿った土がこうゆったりね、湿った土とこの湿った木材がゆっくりくすぶってるようなですね、やんわりゆったりとした輪郭がこう割とゆったりとした感じのスモーキーさですね。この樽材のね芯のある樽材っぽさみたいな、樽の焦げ感みたいなところもあります。最初トップの香りはこの木材のちょっと焦げたようなテイストとか、湿った土っぽいような少し腐葉土的なテイストの、そういうね香りがありつつ、奥の方からねちょっと綺麗なねこのクロベリー系だったりとかカシスとか、その単体というよりかは少し熱を加えてドロドロになったようなですね、そういうちょっとドロッとしたねリッチなジャムっぽいテイストも見えます。ではいただきます。うわーすごい、飲むとやっぱり 55% ありますのでね、結構力強さもありますね。ただ飲むとこのねずっしり舌に沈むような程よいビターさと甘み、すごく厚みがあって、この飲んだ時はちょっとこの痺れるようなスパイシーさみたいなところもあるんですけど、その中盤ぐらいからビターさと甘みがずーっとね太く抜けていきまして、かなりねこの舌の奥の方までじわーっとこう温かい甘みが見えてくるような、すごくねこう奥行きのある味わいだなと思いました。力強さはあるんですけど、その飲んでからねじわ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 こう喉の奥まで押し寄せてくる甘みとビターさのこのバランスがいいですね。やっぱり前回のキルモリエディションの時に感じたような、ちょっとこのフレッシュな塩気と湿った柑橘っぽいようなテイストというよりかは、割とこの土っぽさとか焦げた木材感というのが中心にありつつ、やっぱりシェリーカスクフィニッシュもしていますので、フレッシュフルーツというよりかはなんかドライフルーツだったりとか、やっぱりジャムっぽいようなねそういうテイストの方が強いですね。すごく深くて余韻が長いというよりかはですね、結構しっかりめに重心重ための味わいが感じられて、こういう 55% で出したのは結構正解なんじゃないかなと思いますね。加水だと多分これ物足りなくて、 40% とか 46% だと多分物足りなかったと思うんですけど、 55% で出したっていうのがポイントな気がしますね。さてではここからは飲み比べやっていきましょう。やっぱりねこちらのキルモリエディションと飲み比べなければということで、 100% のファーストフィルバーボンバレルの原酒、こちらを飲んでいきましょう。 46% でございます。さていかがでしょうか。こちらも見ていただくと一目瞭然ですね。キルモリエディションの方はやはりバーボンバレル 100% ということで、この明るい黄金色系の色がすぐ分かりますし、シェリーカスクのフィニッシュタイプなんですけれども、赤みがかった深い琥珀色はこのコリクレビエディションの方から感じられます。それではこちらのキルモリエディションも飲んでいきましょう。スランジバー、こちらは 46% ですね。あーやっぱり度数の違いもあって、こちらの方がもうちょっと軽快でフレッシュな柑橘っぽさとか、やっぱり塩気がねすごく感じられますね。前回単品レビューした時にもなんかね、あのボーモアのナンバーワンみたいにあるような 100% バーボンダル熟成のボーモアみたいな、そういうなんかフレッシュな塩気、それからこう魚介だしにレモン絞ったようなイメージだったり、ちょっとミネラル的なテイストだったり、
そういうのを結構感じ取れたんですけど、湿ったね、このなんか湿度高めなグレープフルーツとかレモンだったりとか、ちょっとヒューガナツだったりとか、なんかねちょっとひんやりとしたフルーティーさなんですよね。それがなんかこの土っぽさと合わさってて、土だったりとかほんのりレザーだったりとか、少しこのフレッシュなレモンのような柑橘というよりかは、なんかそこにこう水分が多めに含まれて湿地帯にある柑橘的なですね、そんな、しっとり柑橘塩気フレッシュっていう感じですね。ではいただきます。もうこれ本当に春とかね、夏場とかに、これから暖かくなるシーズンとかハイボールで飲んでも美味しいなっていうくらい結構フレッシュですね。 46% というのがまた絶妙で、程よくこう飲み応えがありながらもそんなに飲み疲れがしない、やっぱりバーボンダルのこの明るくて軽快な味わいっていうのと、それからこのラグが持っているヘビリピーテッドの味わいっていうところがすごくねよくマッチしてるなと思います。そして今度はまたこのコリクレビエディションでございます。少し時間を置いた方がね、香りはもうちょっと開きそうなイメージがあるんですよね。ではちょっと時間経ちましたんで、また飲んでいきましょう。やっぱり最初のちょっとガチガチに重たいような土系なイメージとか、木材の焦げたような香りっていうよりかは、もうちょっとなんかねオレンジマーマレードみたいな香りとか、本当にカシス系のイメージが強くなったかな。もうちょっとこう酸味を伴うのとビターさを伴うフルーツがそれぞれちょっとずつ顔を出してきてですね、最初のちょっと重ための木材とか土とかのちょっとくすぶってる黙々感っていうよりかは、奥の方からちょっとエレガントなんで、なんかフルーツ感も見えてきたかなと思います。やっぱこれは時間をかけて飲んだ方が良さそうですね。ちょっと飲んでみましょう。本当にこうずしっと最初に舌にビターさと甘みが乗っかってきて、ゆったりねこの煙系のねテイストというか、燃えさしだったりとか、ゆったりこう柔らかくスモーキーさが抜けてきますね。どちらかというとこのキルモリエディションのがもうちょっとフレッシュでスパーンとね、キレのいいこのスモーキーさがあるんですけど、もうちょっとフレッシュなイメージがあるんですけれども、コリクレビーのがもうちょっとゆったりとした程よい重たい質感のあるスモーキーさがこうゆったりゆったり喉の奥まで抜けていきますね。さて準備完了いたしました。今度はロックスタイルオンザロックスで飲んでいきましょう。もうねこのグラスに浮かぶ琥珀色が本当に綺麗ですね。それでは改めて今日も一日お疲れ様です。乾杯。これはたまらんでしょう。いただきます。なんかロックにするとああいうちょっとベンロマックっぽいような、なんかね針葉樹林に雨が降った後の土系のニュアンスだったり、なんか松の葉をいぶしたような、そういうね結構土っぽいポサみたいなところが強くなってきた気がしますね。やっぱり全体を通してストレートとかこのロックで飲んでみても、最初の香りはね焦げた木材とか土系の要素が結構強くてですね、やっぱりハイランドピートを使ってるっていう話だったと思うんですけど、ハイランドピート系の結構ずしっともうストレートなこの土感とかね、木材の焦げたようなイメージだったりとか、そういうのが強いですね。いただきます。美味しいですね。これはすごいなんかベンロマックと飲み比べたくなりますね。これは先日実は教えたくないこっそりのねこのおすすめ名作シリーズのウイスキーの中でもベンロマックの2014年のシェリーカスクフィニッシュを紹介してたんですけど、なんかねそれに感じるくらいすごくこう重心低めでね、ゆったりプスプスとこうくすぶって煙が上がっていくような、でも飲んだ時のこの飲み応え噛み応えがしっかりあるような、かなりねしっかりめのねフルボディなこの美味しさっていうのが出てきますね。さてこちら完成いたしました。もうハイボールの時点でもかなり濃いですよね。これはこれで美味しそうです。今回のこのラグコリクレビーエディションハイボール贅沢に飲んでいきましょう。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。いやーこれはなかなか強そうですね。まず香りから。おーすごい、結構ねスパイシーな香りが出てきたかなと思います。
ほんのりこうナツメグっぽさとかですね、それから山椒みたいな、ほんとちょっとピリッとくるようなですね、そういうスパイシーなこう香りも感じますし、ほんのり腐葉土みたいな、やっぱ土系のニュアンスはすごく強く出ますね。いただきます。うん、これはすごいな。めちゃくちゃビターな味わいになりましたね。うん、すごい、なんか本当にちょっとプスプスくすぶってる木材をガジッとかじったようなですね、なかなかそんなシーンないですけれども、イメージとしてはですね、焼け焦げた木材とかちょっと焦げっぽいテイストがすごく強くなりますね。あとはなんかこう秋のこうちょっとね、時間が進んできたこうちょっと枯葉っぽいようなテイストだったりとか、どちらかというと重ためなヘビーなハイボールになりましたね。これはハイボールに求めるこう爽やかさとかフレッシュな味わいを想像するとだいぶ重たく感じるんじゃないかなと思います。得意不得意は結構分かれるんじゃないかなと思いますね。私にとっては結構重ためのハイボールだなというふうに思いました。今回も美味しくいただきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらラグコリクレビーエディションという新作を取り上げまして、いろいろな飲み方を通してその魅力や特徴の違いを紹介してまいりました。ラグいかがでしょうか。皆さん興味少し湧きましたか。やっぱりね、スモーキー系好きな方にはぜひ試してほしいですし、アイラ系の塩っ気とか、それからですね、薬品的な香りというよりかは割とそのダイレクトにハイランドピートから来るような土っぽさとかね、木材に焼けたような印象とか、そういうのが強かったので、うん、ハイランドピートとかのタイプを好きな方はぜひとも試してみてほしいですね。今回のボトル、低速、中速、高速、音速、光の速さで言うなら、私は結構好みに刺さってですね、音速くらいですかね。うん、なんか時期が時期で暖かくなると結構重たくて、なかなかこういうウイスキーってちょっと進みにくかったりしますけれども、またね、ちょっと封を切って 55% ありますから、なかなかへこたれないと思いますし、時期を空けてね、またちょっと涼しくなった夜とかに、春もまだまだ涼しい夜ありますから、そういう日に飲んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。なので長い時間かけてね、1年ぐらいじっくりかけて飲んでいただく上でも 55% ありますので、すごくいいボトルなんじゃないかなと思いました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い飲みライフを。またね。引くわけには。いやー、ということでですね、番外編はやっぱりちょっと加水したタイプ、しばらくね20分ぐらい置いておきましたんで、こちらを飲んでいきたいと思います。数滴ちょっと加水したので、この香りの変化を味わっていきましょう。あー、やっぱ加水するとだいぶ柔らかくなりますね。なんかオレンジのああいうマーマレードみたいな、ちょっとビターさを伴うようなフルーツ系の香りと、マーマレードだったりとか、少し甘みとビターさを伴いながらも、こうちょっと心地よくね、落ち着くような甘い香りに移っていったのかなって印象です。いただきます。うんうん。ああ、飲むとやっぱりこう、加水とか冷やされたりするとですね、水が加わることでもうちょっとこのビターさだったりとか、なんていうかね、雨の降った針葉樹林の土っぽさみたいなね、松の葉いぶしたようなテイストみたいなのが強くなっていくので、これはね、結構加水するとより重たく味わいとしてはなっていくのかなって印象ですね。ストレートの時の方が結構その中にフルーツ感だったりとか、フルーツジャムっぽいようなテイストが見えたので、飲み方によってかなり変化するなと思いました。これはね、やっぱり若い蒸留所の原酒っていうところもありますし、 55% ということで度数によってかなりね、この味の振れ幅もいい意味で楽しめると思いますので、よかったらいろんな飲み方で自由に試してみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またね。よろしくお願いします。